はい、どうも、コロタンです。そして今日は特別ゲストで薬学生トレーニーのさくらです。はい、さくらさんでございます。あや。さくらさん、挨拶はどんな感じなの？なくて困ってるんですけど。マジですか？はい、こんにちは。はい、今日はですね、って言ってて。でも、そういうのが結構ね、いいんですかね。やっぱ癖がある人、癖あるじゃん。さくらさん、そのなんか、ちょっと喋り方がさ、なんか俺よりじゃん。俺よりです。じゃあ俺が言うのもちょっとなんかおこがましいんですけど、そのスローリートーク系。あ、そうですね、そうです。お早々の実食べたでしょ。お早々の実に。お早々の実食べた。お早々の実は、私ワンピース見てない。全然わかんない。ごめん、俺最近ハマりだしたから。あ、ワンピース、はい、見ないとダメです。うん、いえいえ。ということで、今日はさくらさんとあんま対談でしたことないです。ないです。初めてです。なんかしかもこう、うん、すごい身振り手振りがつきすぎて、私こういうなんていうんですか、静かな画角に収まったことがあって、わかります。何かしらこれ動いちゃうんです、ね。だから自分で喋る時とかもすごい場面がうるさいって。でもさ、いいじゃん。それって伝えられやすいじゃないですか。そうそうそう、やっぱジェスチャーがあると伝えようっていう気持ちがあるもん。いや、対談いいですよ。いいですか。うん、やっぱまったりしてね。あ、しかもなんか温泉使ってるような気分。あ、なるほど。動画のジャンルで。なるほど。ずっと聞いてれますよね。ずっと聞いてただ喋ってりゃいいだけですから。でなんか、はい、やっぱじゃあ対談取りましょうって言ったら、うん、いいのしないとダメじゃないですか。まあ確かに確かに、それが難しいなと思って。いや、兄さん別になんか喋りたいこと、いいただ本当に聞きたいことだけ聞くって感じで。なるほど、なるほど。はい、じゃあいいですか、はい、早速これを聞きながらね、有酸素やる人もいるでしょうから、ぜひそれ使っていただければ。うん、じゃあまず早速なんですけど、はいはい、お年はいくつですか。私は23です。で、薬学生ですもんね。6年生ですもんね。6年生です。これさっきも言ったんですけど、本当に薬学生なのかっていう疑いの目を背けられてますね。はい、結構言われてるんですよね。そうなんです。なんか薬学生って一般的にめちゃくちゃ勉強がやばいっていう。そう、だって俺の知り合いも看護師とかいるけど、そのやばいね、この厚さとかでさ、付箋とかさ、もはやわけわかんないレベルの。そうなんです。もはや何の付箋かわからんぐらいの付箋の、ね、もう最初の方黄ばんじゃったりしてね。で、黄色をつけたのに、これ、あれ黄色の同じやつか、カテゴリーみたいな。なんかひどい人とか先輩とかはキャリーケースで学校とかに来てるんですよ。マジで。もう教科書が最後の、その国史の勉強の教科書が困難とからしくて、私は来年こんなハリポッターぐらい。そうなんです、そうなんです。で、どんどん毎年増えていくらしくて、内容は新しいので、キャリーケースとかで登校するぐらいで勉強量やばいから。やばいね。キャリーケースで登校やばいですよね。すごいな。それを知ってる医療学生はやっぱり、はい、そんな YouTube 撮ってて、うん、勉強してるんだ、ね。うん、確かにそれ聞いたらすごい疑い。だってさ、結構頻度高いじゃないですか。そうなんです。2日に1本あげてるんで。2日に1本。え、それ寝てます？でもね、意外と寝てて。睡眠時間どれぐらいですか？11時から12時の間に寝て5時に起きる。あ、でも結構早いな。5時起きな。はい。で、そのなんでそんな忙しいのに YouTube できるのかっていう。で、それで疑われてる。そうです。え、それなんでできてるんですか、YouTube？でも趣味やからって感じです。うん、あ、義務じゃなくて。当てはめて、あ、その埋め込んでんだ、ルーティンに。で、あとは日常を映してるチャンネルになるので、はい、そのまま日常を映してる、本当に丸々映してる。あ、なるほど。え、ちなみにルーティンはどんな感じなんですか、一日。ルーティン、はい、朝5時に起きて。5時に起きます。はい、そこから朝散歩に行くんですね。朝の散歩、はい、朝散歩です。はいはい、朝散歩。C じゃないですよね。違います。朝散歩です。朝散歩して、はい、そのまま今有酸素しに行ってて、はい、家に帰ってくるのが6時15分とか。すごいな、マジで。5時起きてすぐに行く。超スイックだな。で、顔を洗ってすぐみたいな。うん、で、6時15分から、うん、まあ、7時になるまでの間に朝ごはんが終えて、うん、なるほど。で、まあ、準備は15分とかで終わるので、うんうん、はい、15分で支度して学校とかあった時は7時半まで家出てみたいな、うん、で、学校に行って、まあ、5時とか6時に帰ってきた後に YouTube 家で撮れるのは撮って。え、ちょっと待って、8時ぐらいに学校行って、はい、で、6時ぐらいまで学校。そうです。じゃあもうずっと学校とかで、休み時間とかに編集とかできるは、まあ、できあ、でもしないです、家です。あ、もうがでもがっつり本当に薬学のことで、大学なんで、うん、休みの日もあるん
けど休みの日は全部 YouTube を撮るって感じ。うわじゃあもう本当それでもやってたらそうです、ね、そんなぐらいの頻度と。じゃあね俺も言いたいんだけど、ただ YouTube やる暇あるって意外にできるんだよね YouTube って。だから俺ね意味わかんないのは月1しかさ投稿してないやつとかさ、はい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 、結構さ大手のチャンネルで、ね、なんか動画が忙しくて編集が忙しいって言ってなんか忙しい自慢するやついるじゃん、はい、YouTube 大変って言われて全然大変じゃないからねマジで。まあ大変だけど普通の一般職とかさ比べたら縛られてないから、ね、そう自由や、まあ、ちょっとしんどかったら休ませてもらう。そう学校とかだったらさ使命じゃん義務感じゃん。YouTube って好きにやれるからさ、そうです、そんな大変じゃないですよっていう、やろうと思えば好きだったら自分のペースでできるからいいですね、うん、そうそう。あ、じゃあ本当に薬学生と本当に薬学生です、うん、え、何の薬が好きですか何の薬糖尿病とかですかね。ああ、これ言うとねちょっといろいろ問題でもなんかあ、何、インスリンでしたっけ。あ、インスリン、インスリン、そうです、インスリン。あ、でもなんかあと1年後にちゃんと卒業して証明したいと思います、うん、あ、そうかそうか。あ、その試験があるんです。最後卒業試験と国家試験が受かれば卒業証書をもらえるわけで、うん、それいいですね。それともにね見せたいです、うん、いやそれ見せましょうよ本当ですよ。え、それ受かったらえ何になるんですか薬学生って。迷ってて、あ、なんか選択肢があるんだ。人生相談したいと思うぐらいなんですけど、はい、YouTube1 本で生きていってるプロタンさんに、うん、はい、相談をしたいですね。なんかいや、じゃあ今相談しますよなんか YouTube 一本で、はい、YouTube 一本とは言わず、まあ、こういう活動で行こうって思ってたんです最近まで。あ、 YouTube で、はいはい、薬学卒業して薬、うん、学卒業しましたってだけで、うん、なんですけどやっぱ安定はしてなくて、うん、そうですね、安定はしないじゃないですか、はい、まあ、サボっても自分のせいやし、うん、上がっても、まあ、努力の分だけで、うん、成果は出るけどって、はいはい、でまあ、ずっとオンになっとかないとダメっていうことで、うん、ね、 YouTube ですね。しかもコンテンツが私は筋トレなので、うん、まあ、子供を産むとか、うん、なった時とかってむずいじゃないですかっていうガチリアルな話。え、子供を産むって何がきついの。え、なんか、まあ、筋トレってまあその、うん、筋トレはできるけど、うん、まあ、このなんていうんですか、ハードなことができひんくなったりする、うん、大会とか。なるほど。女性は特に、うん、体を気をつけて気を使っていかないといけないとなると、うん、ね、まあ、なんかその動画がアップできないから、そう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 、 YouTube は難しいなみたいな。コンテンツにずっと行くのはなみたいなのを思います。コンテンツ的に、うん、っていうの。あ、でもそういう気持ちもあったんだ YouTube で。ありました、ありました。それかもしくはその薬学生として。え、何になるんですか。ちなみに薬剤師になるつもりはなかったって思ってたんですけど、うん、やっぱり就職しようかなって思ったり。え、それさ、まあ、ちなみにどっちやりたいんですかそれだと。でもそのまあ総合的にさ、総合的に安定もあるし、安定もあるしけど、うん、まあ、その会社員としてみたいな、もしくは自由だけど不安定な YouTube、うん、そのどっちがやりたいかによる。まず最初にパッと見強く思ってるのは、うん、薬剤師トレ薬学生トレーニングやってて、うん、薬剤師の免許を取りましたって言って働かんとしたら、うん、薬剤師の知識はないじゃないですか、うん、現場に出てないから、うん、それで薬剤師名乗るの恥ずかしいっていう感じです。なんか知識が欲しい。あ、その現場でやって経験を積みたいっていうのがあります。最初はえ、じゃあ普通に両立してやっていけばいい。両立をしようかなって思ってます、はい、でも一つ言えるのは、結局 YouTube そういう道だからやめて会社員で安定していこうって言っても結構安定ないじゃん。あ、そうですね。しかもルーティン化するじゃん余計に。 そうですね、その会社員って。それと一回こっちを経験するとさ憧れになって物足りないってなるかもしれない。かといって YouTubeってさ不安定だけど、うん、やるが思うに不安定こそ安定につながると思うんだよ。いやマジでやっぱさ焦るな危機感 で、ね、まあ、どうしようってコンテンツもなくなっていく、うわこのまま生きていけるか不安っていう、うん、その気持ちが原動力になって、うん、新しい発想とかさ、こうその生きる術をさ本能的に身につけていくからね、何やかんやそれで生きていくと過去を遡った時にあ、意外に安定してんなみたいな、収入も生活も。それをずっと続けてるようなもんだから、例えばさ、子供を妊娠してる時に筋トレコンテンツできないってなるじゃん。ってなったら、わかんないけど、あ、じゃあその妊活の動画あげようとかさ、その夫とのやりとりを動画にあげようとか、そういうさ、自分が今こういう身だからできる、アプローチできるじゃん。それがまたコンテンツになって、新しいさ、
YouTube チャンネルだったりとか、どん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 路線変更じゃないけど枝がさ生えていくわけじゃん。じゃあありですね。そうだよ、ありだよ。不安定こそ超安定の要素だからね。なるほど、マジで。おお、なるほど。じゃあ安心して切っちゃうやつは絶対落ちるだけだから、と不安定になっていくだけだから。結構そういう人多いですよ、 YouTuber。 安定して、もうさもういいやって思う人は結構ね、もう落ちる。でそういう時もう鉄板のネタが、いや僕自分の好きなことやってるんでって、変にプライド高いやつ、俺は見てくれる人だけでいいよっていう、そんなこと絶対ありえないから。より多くの人に見られて視聴数稼ぐのが仕事だから。そうなった時点で仕事じゃないと、プロ意識なくなっちゃってる、 YouTuber は。もう僕のこと好きなことやらせてって、見てくれる人だけでいいよって思って、そういうさ見え、本当焦ってるんだよ。ってなったらもう終わりだよね。ああ、ちょっと刺さりますね。だからもう不安に駆られて生きるしかないんですよ。それが一番成功だと思うしかないです。毎日不安で、毎日アンテナ張って、毎日オン。もちろん疲れたらね、休んでいいと思う。だけどそういう道で生きるからこそ得られるものがあるから。プロですね。ああ、いや、プロっすよ。俺はもう。プロですね。はい、だから生き残ってるんで。そうですよね。はい。本当に見習いたいです。はい、じゃあもう解決だね。解決。今のでもう決める。決まる。はい。決まるね。決めます。はい。いや、でも、次大きな武器っていうか、素晴らしいと思うけどね。両立がまずできたり、どっちにも本気でって感じで、うん、いやでもそんな今やってたらできるって、うんうん、頑張りたいと思います。しかもまず YouTuber で数字出す方が難しいと思うけどね。結局人間性がいいってことだから、そうやって見られるってことは。うん、マジで。じゃあ筋トレ始めたきっかけは？うわ、シンプルにほんまに綺麗になりたいだけです。あ、綺麗になりたいでやっぱ筋トレになったんだ。それでもさ、有酸素とかの多くないですか、イメージ的に。多いですね。でもなんで筋トレってなったの？最初はほんまに家で有酸素とかでした。すぐヒートみたいな、はいはいはい。ではコロナになってから、はい、YouTube 上げ出して、うん、なんか大会とかをちょっとだけ見るようになって、なるほど。そこから筋トレをガチで始める。ガチというか綺麗だなって思って、そので、ジムに通うようになったんで、はい、実質ジムに通って、うん、まだ1年経ってないって感じです。3月で1年って感じです。いや、すごいわ、それは。なるほど。筋トレ歴何年ですか？いや、もう6年、7年ぐらいですね、出したら。あ、6年ぐらいか。すごいですね。はい。いや、全然、才能ないね。いや、オーバーオールじゃないですか。いやいや、たまたま。で、ちなみに、はい、鍛えて、ほら、はい、あるあるの質問なんですけど、はい、男性は、はい、鍛えてる方が好きですか？はい、絶対。あ、もう絶対にもう、やっぱ鍛えてる人でもね、私は肉体が好きというよりか、うん、筋トレって、まあ、地味、しんどい、うん、で継続しないと何も結果出ないじゃないですか、うん、1日、じゃ1週間に1回やったとてって感じじゃないですか。確かにね。継続できる人が好き。あ、なるほど。だから筋トレで筋肉がめちゃめちゃついてる人は、うん、あ、継続できる人なんやなってなるんですよ。ああ、それで魅力になるんだ。すぐやめちゃう人はちょっと魅力ないじゃないですか。いや、でもいいやん、そういう人増えてほしいな、桜さんみたいな思考。なるほど。そう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 、筋肉より継続の力が大事ですね。いや、そういう見方してくれる女性増えてほしいな。大体女性と会話するとさ、プライベートで、はい、え、鶏の胸肉食べてんのみたいな。そうじゃないんだけど、なるほど。鶏胸肉ブロッコリー、うん、って言われるから、確かに、うん、いや、そうなんだけど、みたいな。それ、地味やけど、死んでる。うん、ね、そこだよね。なるほど、なるほど。え、じゃあもう休日の過ごし方は、もう、YouTube。YouTube ずっと。YouTube、え、何本ぐらい撮るんですか？多い時3本とか撮る。マジで？で、編集は桜さんがしてる。編集も。うわ、すごいな。大変。なるほどね。いや、いろんな話聞きましたけど。え、ちなみに、どこの筋肉が好きとかあるんですか、男性の。男性の。うん。へぇあんまないんですか。ああ、あんまないんだ。胸。ああ、大胸筋。やっぱその男らしい、分厚い。男らしい、分厚い。そうですね。あんまないんです。あんまないんだ。あ、どこ多いですか、逆に。どこ言われますか。
いやでもネットとかでは腕だよね。あ、腕、うん、でも結構本当に筋肉好きな人とかはその背中とかさ、あ、うん、なんかそういうマニアックな人、背中ってでも見ることなくない？そうそう、だから知ってる人だよね、女性で今日本当に筋肉好きで、なんかまあここの筋はいいな、あね、血管とかね、でもなんかどこが好きですかって言われてもいいですよ、ね、うん、なるほど、男の人はプリケツはいいなと思いますけど、あ、プリケツいいんだ、いいと思います、あ、マジですごいいいな、太い足はどう思う？太い足、太ももさ、あんまり、あ、じゃあ竹本くんダメだね。めっちゃでっかい人だね。ああ、もうさ、そうそうそう、もうさ、どこが足かわかんないんだよ、ね、マジで。山が歩いてるんだよ。え、こんな人ですか、ね、ああ、そうそう、こんな。あ、そうですよ、ね。もう山が歩いてるんだね。すごいです、ね。山が擬人化されてるね。いや、あっこまで行くとガチかな。ああ、かっこいい。かっこいい。ああ、確かに。いや、かっこいいかっこいい。かっこいいですよ、ね。やばい、本当に。正直。一番好きなかっこいいと思う方は、あ、そう、筋トレ YouTuber、 あ、そうです、誰、私ジンさんめっちゃ好きで、本当にジンさんの体が一番なんです、なんかあのその T シェイプなんかのなんか身が詰まった感じ、あ、その絞り切った時でしょ、そう、しかも見たことないですけど、いや、やばいよ、なんかこう詰まってる感じが、あのね、大胸筋とウエストはマジで見たことない、すごいですよね、マジでいろいろ見てきたけど、あの大胸筋あのそのくっついてる肩、うん、マジでえぐい、すごいですよね、で、あのウエストのね、うん、細さ、ジンさんのバランスが私めっちゃ好きです、ね、ああ、なるほど、これ絶対 DM でコラボしましょう、コラボお願いしますって言ってます、ちょっと言ってます、ジンさん、意外、はい、ということで、じゃあね、はい、面白い話聞いたんで、ということでね、この後はさくらさんの方でも動画撮らせてもらえる、はい、よろしくお願いします、はい、ということで良かったと思う人は高評価で、さくらさんのチャンネルもぜひ見てみてください、はい、ありがとうございました、ありがとうございました。